転足転速は、幼児期より足に布を任せ、足が大きくならないようにするという、かつて、中国で女性に対して行われていた風習を言う。より具体的には、足の親指以外の指を、足の裏側へ折り曲げ、布で強く縛ることで、足の成形、変形を行うことを指す。転足の習慣は、唐の末期に始まった。清の時代には、不健康かつ、 不衛生でもあることから皇帝が、たびたび禁止令を発したが、すでに浸透した文化であったために、効果はなかった。侵害革命以降急速に行われなくなった。中国大陸からの移住者が多く住んでいた台湾でも、転職は行われていたが、日本統治時代初期に台湾総督府が、弁発、アヘンと並ぶ台湾の悪臭であると位置づけ、追放運動を行ったため廃れた。 なお、八家人の女性は、働くことが奨励されていたため、転足をせず、大足女と、揶揄されていた。転足文化ができた原因は、小さい足の女性の方が美しいと考えられたからで、ある。当時の文化人は転足を、金のハスとも呼称し、セクシャリティの象徴として高められていた。小さく美しく装飾を施された靴を、転足の女性に履かせ、 その美しさや歩き方などの仕草を楽しんだようである。転足の女性はうまく歩けないことから、女性支配の手段にもなっていたと考えられる。また、バランスを取るために、内股の筋肉が発達するため、女性の極部の筋肉も発達すると考えられていた。転足は、男性の性欲を借り立てるものであり、女性は、夫や恋人以外の男性には転足を決して見せることは、 なかった。男性は、転足女性の足の指の間にアーモンドを挟んで、食べたり、足の指の間に挟んだ器の酒を飲んだりした。このようなことから、妄米な時代には転足を施していない女性には、嫁のもらい手がなかったという。一説では男性から転足が行われたとも、言われているが、一般には、南東のリークが、足の細い女性を好んだことから始まったとする説も、 有力である。その南東を滅ぼし、一応の全国統一を果たした北総以降、徐々に普及が始まった。元松民発に記された、鉄鋼録、鉄鋼録の巻十二除機寧憲法依然人なおため物称近年即時任相公も二目者ため始なり、分け、広し安氏記念、北総真相の年号、1068年から1077年、憲法、 原宝、同じく、北宋新宗の年号、1078年から1085年、以前は少なかったが、近年では、人々が互いに、転職の習慣を真似し合うようになり、そうでないのを恥とすると書かれている。その他の資料や、アラブ人や、西洋人の見聞録などから、北宋より流行しだし、元清明初に盛んになったようである。流行しだした頃は、 漢民族にとっては異民族の侵入などで民族主義的な儒教が発達した時期でもあった。北宗の記載が始めたとの説があるが、カナンよりは、河北によりその傾向があり、次第に農村部にまで拡大したようである。少数民族や女神族、満州族にはその傾向がなかったものの、稀に見られた。女神族、満州族の立てた身長が、 転速禁止令を出しても止めようがなく、結局、疑話団の乱以後の近代国家への動きの中で反対運動が起こり、まずは都市部で罰則との関係で下火になった。しかし隠れて行われ、中国全土で見られなくなるのは第二次世界大戦後のこととなる。最終的に耐えた理由として、文化大革命で反革命的行為とみなされたこともある。このため、 現在でも七十歳以上の老人に一部見受けられる。女の子が三歳から四歳になると、木綿の布で足を縛り、発達を抑えるようになる。発熱するため、手術は秋に行われるのが多かった。親指を除く四本の指は内側に曲がり夜も、寝られないほどの苦痛を伴いながらも、縛り直す時を除き、ほとんど縛りっぱなしで決して親はそれを緩めようとは、せず、 足のサイズは10センチメートル前後が近錬と呼ばれた。第一段階では、親指以外の4本の指を内側に曲げ、第二段階で足の甲を前に伸ばさず縦に曲げていく。約2年かけるので、足の柔らかい幼少の頃に変形させるのである。その後も縛り続け、3日に一度消毒することなどが、生涯にわたって行われ、その形状は、ハイヒールによく似た形となった。 転足の流行の理由には足の小さいのが女性の魅力、女性美との考えがあったことは間違いない。足が小さければ走ることは困難となり、そこに女性の弱々しさが求められたこと、それにより貴族階級では女性を外に出られない状況を作り、定説を維持しやすくしたこと、足が小さいがために踏ん張らなければならず。 そこに足の魅力を性的に感じさせやすくした、など多くのことが考えられる。しかし、いずれも決定的にこれと言えるほどの理由ではなく、やはり習慣の一つとして続けられていたと言えよう。転職で走行不能となったことで、災害時には男性より死亡率が高かった。また、早めに夫を亡くし困難の中で子育てに励む、母親の苦労は大変なものだったという。 転足ほど極端なものではないが、ヨーロッパでも大きな足は労働者階級のものという認識があり、貴族階級では小さな足が好まれた。特に17世紀、ヨーロッパでバレエが流行、定着して以降はきついバレエシューズによって小さくなった足は貴族の証となっていく。人によっては冷水に足をつけて小さい靴に無理やり足を入れていた。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。